皆さんこんにちは、ソングライターの桃岡夏郎です。今回も動画をご視聴いただきどうもありがとうございます。さて8月ももう終わりそうですね。前回の動画から早くも1ヶ月あっという間に経ってしまいました。皆さん8月はどんな感じで過ごしたでしょうか。僕はですねあんまり記憶がないんですけども、でも自分の曲を作ったり、あとは一曲、カバー曲を作りました。前回の動画にコメントいただいた哲郎さんのリクエストで牧原のりゆきさんの一番新しいアルバムに入ってますわさびという曲、カバーいたしました。すごくいい曲で、カバー作りながらですね、これはいいなと思いながらやってたんですけども、アルバムはですね去年に出て僕は何回か聴いてたんですけども、島でちゃんと意識して聴いてなかったので、初めて聴いた時は見ず知らずのおばあちゃんとに声かけられて、その辺で世間話をする歌だとばっかり思ってたんですけども、ちゃんとよく詩を読むとですね、ばあちゃんっていうのは主人公の実際の本当のおばあちゃんで、そのおばあちゃんのところに会いに行っておばあちゃんと話をするという歌でした。で曲の中のコードというか和音がですねすごく昔のヒット曲「どんな時も」とか、あと「もう恋なんてしない」の一番牧原のりゆきさんの一番いいところがですね、すごくコード和音の中にたくさんあるんですよね。だからそれをこう自分で聴きながらですね、これはなんでこの曲がねアルバムの一番最後じゃないんだろうと思いながら作ってました。歌を入れる時にですね、もうその詩の世界、曲の世界にどん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 こう入ってしまうんですね、歌を歌いながら。でだん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 こうね涙が出るというかね、感情がだんだんこう悲しくはないな、不思議な感じですね。こうとにかくこう涙が出てきて、ちゃんと歌えないので歌が入れるのが結構大変でした。ちょっと涙っぽい感じの声になってると思いますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。9月もあっという間に時間が過ぎていきそうですけども、皆さん、体調に気をつけて元気に過ごしてください。短い動画ですけど、今日はこれで終わりにします。それではまた。